議論案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。12月28日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はいはい、今年もね、残すところあともうちょっとだね。何日か、何日か3日ぐらいか沖縄ね、なんか暑くなったり寒くなったりね、今夜はちょっと雨が降ってね、少し涼しくなってる感じですけど、雨が降ってもあれか、まだ涼しくなった感じっていうのがね、本当にザ沖縄って感じですけどね。今夜もね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますよ。皆さんよろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞ付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋魔順、氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供でお届けいたしますよはいはい、今日でね、今年の放送は、終了なんですけど、いつもと変わらないようにね、沖縄県のサッカー情報をというお題でね、お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあそう言いながらもね、今年1年間、まあ、いろんなゲストさん来ていただいたり、いろんなお話しましたので、そういえばこんなことあったな的なお話もね、ちょっとしていきながら進めていきたいと思いますよ。皆さんよろしくお願いいたします。はい、一応ね、先にね、沖縄県内のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいんですけど、先々週か、ゲストにね、来ていただきました。イベントの告知でね、クリスマスイブにほら、沖縄県、どこだっけ、総合運動公園陸上競技場にてね、障害者サッカーフェスティバル2016がありますよってね、沖縄県内でこの初開催ですよっていうね、フェスティバルがあったんですけど、このあとちょっと仕事の都合でちょっと参加できなかったんですけど、いろんなね、人たちが参加して、多くの人にね、関心を持っていただけたイベントになったのかなということでした。でやっぱりデフサッカーのさ、日本代表の男子と女子が、はい、合宿しながらこの、イベントをね、同時進行的な感じで、やってたんですけど、いろんな人たちがねやっぱり来ていただいていたみたいなので、ね、よかったなと、思っています。だからね、もうこういう機会ねなかなかないのでね、本当にちょっと時間を合わせて参加できればよかったんですけどね。だからこちらにねゲストで来ていただきました、事務局のタモリさんだったり、手田工房のね前原さんからのお話もね、またここでね、こんな感じだったよとか、いろいろお話聞きたいなと思ってるのでね、また、ここでお話で、することができたらなと思っていますよ。はい、またね、一応ですね、昨日なのかな、自分も夕方ネットでちょっと記事を見たんですけど、皆さん、はい、沖縄県内の高校のね強化指定校が、決まって発表されています。高校の、これなんでかっていうと、数ヶ月前に、なんて言えばいいのかな、正式に発表されていたんですけど、沖縄県内からのこのサッカーに限らずね、全スポーツに対して、まあ、サッカーが一番多かったんだけど、高校進学、スポーツ進学にあたって県外に出ていく子供、この中学生の、やっぱりパーセンテージが多いと今日ね、すいませんね、今日外野がいるんですよ、はいいいよ、ガンガン喋ってすいません、はい、この、
新たな人材をこの県内にね、県内の高校にやっぱり進学していただいて、県内のサッカー部、この高校だったりっていうのがこのやっぱり全国でね活躍するこの場を広めていこうっていう、行かないといけないんじゃないかっていうことがね、数ヶ月前に、ありまして、もうそこからねちょっと早かったなと思うんですけど、今日なのかな、発表されてましたね。で、高校男子の方は那覇西高校、西原高校、そして来ましたよ、はい、宜野湾高校はい、この3校が男子は、強化指定校に、認定されています。で、詳しいこのね何するのとかっていう情報は年明けて1月後半か2月ぐらいに発表できればなということをサッカー協会の方で発表していました。どういう形でねこういうのが続いていくのかなっていうのをまだはっきり分かっていないんですけど、というのもねちょっとね楽しみの一つなのかなと思いますしね。で、やっぱり県内出身で県外の高校に進学してやっぱ活躍してる選手とかいっぱいいるじゃないですか。去年の東福岡でね優勝メンバーの一人もやっぱそうですし、そこからねやっぱ J リーグって言ってる県内出身の J リーグプレイヤーもねやっぱりいますのでね、そういうのを考えるとこの強化指定校ができてそこから全国でまた活躍できるっていう場が増えるのであればそれはそれでねやっぱり大きな一歩なのかなと思いますしね、ちょっとね期待していきたいなと思います。ちなみにですね女子の方も、同時にね、強化指定校が決まっていまして、女子は、三郷高校、小座高校、あと名護高校のこの3校が、強化指定になっていますよ。ちょっとねこれでねやっぱりその高校に進学したい、強くなるなら行きたいと思ってる子たちがね、いっぱい出てくるはずなのでね、いい取り組みだなと思いますし、注目していきたいなと思いますよ。はい、またねいろんな情報来たらここでもねこんなことやってるってよっていうのをねここでお話できたらなと思いますので、はい、皆さんもぜひ応援してください。はいはい、あとね、コメントが来ていますのでお話ししておきましょうかね。野内一郎さん、野内一郎さんも今年はねありがとうございます何度助けられたことかこんばんは、おーい、こんばんは。今年最後のオンエアですね、ですが茨城県北部では強い地震、今日ですか今、震源地からはほぼ近い、ホーリーホックの関係者さんは驚いただろうなって、アントラーズの方は、県のね南側なので比較的静かなのかなって来てるんですけど、あ、そうなんだ、ホーリーホック鈴木選手だっけ、最近ねなんか多いねこんなの、地震、今年1年もねいろいろ災害やっぱりありましたからね、ちょっと不安が続く感じはしますけど、はい、大丈夫なのかな茨城、アントラーズであんだけ震えたのにね違うかごめんごめん、俺ちょっと今不謹慎だったかもしれない、そうなんだ。あと一つ野内一郎さんから、あと高校進学の際沖縄は、県外流出がね、やっぱり特に九州地方が目立ってて中でもサッカー選手多いようですね。そうなのよ、一番サッカー選手がやっぱり多いって言ってたんだけど、どのスポーツに関してもさやっぱり県外にやっぱりこの戦力がね、戦力よねやっぱ財産だから流出してるっていうんだけど、やっぱり多いのかなと思いますしね。ただやっぱりいろんな方が、お話しされるんですけど、沖縄の子たちのこのポテンシャル、能力っていうのはね、ここによく来ていただいてます、ヨヘナさんもね、 AC クレアのヨヘナさんもおっしゃっていただいてるんですけど、この沖縄の子たちのこの能力はやっぱり高いものがやっぱあってね、それをやっぱり、これからだとは思うんですけどね、もったいない、もったいない言い方おかしいな、俺はちょっと指導者をしていないのでそういうことを言うとまた軽はずみチックになってしまうんですけど、やっぱりね県外この離島ということもやっぱ含めてねそういう部分あるのかなと思うんですけど、この今ねこの一歩踏み出してねやっぱりそこで沖縄県のサッカーがねガツンと上がっていけばね、本当に沖縄独自の何か、出てくる部分もあるはずだしね、本当にちょっと楽しみだなと、思います。はい、
で一応ですね番組で今年1年ね、いろんなことありましたけどいろいろお話ししていこうと思ったんですけど、本当にね皆様のおかげで1年を通していろんなゲストさんが来ていただいて本当にありがとうございました。ね、今おっしゃったお話ししたんですけどね、Cクレイのヨヘナさんがね結構もう長めにねいろいろお手伝いしに来てくれて本当に助かりました。ありがとうございますでね、やっぱりスポンサーさんの、Fラボのね、コウキ先生だったり、ジュニアの、育成をねやっていただいてます、タキバルの、イゲイさん、うん、あとはいろんな人に来てもらったんですけど、あ、そうそう、フリースタイルのね、シーズーさんだったり、シュートの新里さん、あとね、ビーチサッカー日本代表の、はい、ソーマプレーの河合選手、うん、あと沖縄県でね全国大会がありました大会で優勝しましたフュージョンの鮫島選手、石川選手、あと山川選手、あとねキャプテンの斉藤選手もね来ていただいて、うん、いろんなお話ができたんですけどね、コーマラートのこのなんていうのこのどぎまぎ感のこの進め方がねせっかくあんなに素晴らしい人たちが来ているのにみたいなね、ゲストに来ていただいた皆さんすいませんでした待ってよ、もう少しちょっといろいろお話ししたいことがあるのでここでちょっと一旦 CM 行きたいと思います。 CM です、どうぞ。今夜もね沖縄県のサッカー情報をというお題で、いろいろ進めていきますよ。皆さん後半もよろしくお願いいたします。はい、さっきねゲストさん来ていたよっていうお話でね、ちょっと、その続きなんですけどね、今年はねコーマナート的にも FC 琉球さんの試合をねホームの試合を何度か見に行く機会もね、多く作れましたのでね、そのやっぱりね行って会場、あの会場はやっぱりいいな、もううん、来シーズンも早くもちょっと楽しみな、うん、感じですけどね、その FC 琉球のねいろんなお話をして、いただきました。フレッドさんであったり純生さん、うん、またね来シーズンもね、J3 が始まる前に、うん、来ていただいていろいろお話できたらなと思ってますよ。で他にですね、県内のね、女子を中心としたになるのかな、フットボール、ごめんなさい、フットサルのねイベントをいろいろ企画していただいてました。このおさぼりフットサラーさんだったり、うん、あとね、怪我をしない、うん、体作りの講座をねまた、お話ししに来ていただいた亀屋さんだったりね、もう本当に本当にねもういろんな方に助けられた1年でしたのでね、また来年も助けてください。ここでねいろいろ本当にお話ししていきながら、みんなでねちょっとずつサッカーをね盛り上げていけたらなと思っていますのでね、はい、よろしくお願いいたしますね。はい、まあなんといってもね、そうよ、脳内内田さんにねメールで一番助けられてるかもしれないですね、もう本当にありがとうございます。はい、あとソネッチ FC さんだったりね、もう聞いていただいてるもう皆さんにね本当に助けてもらってるのでありがとうございます。来年もね、来年もちょっと頑張り、ちょっとよ頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。で、ですね、県内の少しサッカー情報もう少しあったのでお話ししておきたいんですけど、先ほどね、うん、野内内田さんからもありましたけど、
まあ、震災、今夜なのかな、今なのかな、茨城でちょっと震災ありましたよっていうお話とちょっと近いんですけど、今年は熊本でね、大きな震災がありましたので、その影響を受けて第44回九州サッカーリーグっていうのはね、少し中断期間があったりっていうしたあった中で、1年のシーズンを終わっています。沖縄県から出場しています開放銀行サッカークラブは年間を通して10チーム中の8位で、今シーズンは終了しています。もともと予定していた試合の半分なのかな、消化して今年のリーグ戦は終了している形ですね。で来シーズンどうなるのかなっていうのはまだ、決まっていない部分はあるんですけど、またね決まり次第ここでもいろいろお話ししていきたいなと思います。はい。でその、九州リーグにね、参戦を目標に、戦うまたトーナメントが、これはいつになるのかな、1月明けてからですね、すぐ1月14日15日と、九州の方であります。で沖縄県からは、県リーグの一部で、はい、優勝しました FC 那覇さんが、このね九州リーグ参入をかけてトーナメントに臨みます。で、これがですね宮崎県代表の延岡市サッカークラブとの対戦が、はい、ありますのでね、ここでまたね、皆さんからの応援メッセージいただいたり、結果を発表したり、いろいろねお話ししていきたいと思いますのでね、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします。はいはい。あとですね、今年1年間いろいろありましたけど、まあね、コアモナート的にはやっぱりまあ、J3 では FC 琉球、あと九州リーグだね、まあ、今お話ししたように震災の影響はあったんですけど、開放銀行サッカークラブさんが、の活躍だったり、あとは県リーグでねやっぱり新たに3部から、はい、参入してます沖縄 SV 沖縄 SFA のね、やっぱり、影響は大きかった1年なのかなと思いますしね、沖縄 SFA も来年2部、に、無事って言ったらおかしいな、順調にねやっぱ上がりましたし、で来年ももちろんこの九州リーグを目指しての一発勝負もありますのでね、そこを目指しますということもおっしゃっていたのでね、また注目していきたいと思いますよ。はい。でね、女子の方ではやっぱりね、デイゴスが、九州リーグ2部から、優勝しまして、来季のね一部が決まったり、でまたこのトーナメントではまたね、ビクタレナビータが優勝してまた九州大会に行ったりと、女子勢の活躍もやっぱり目立った1年だったのかなと思います。来年もねちょっと注目していきたいと思いますよ。はい。で、あとね高校サッカーはやっぱり男子がね、ダントツでちょっと那覇西の時代がちょっと続いた感じなのかな、お来たなって感じはありましたけど、ただね、今シーズン、今年度になるのかな、初めにしては、新人戦はね、名護高校が、優勝した部分もあったのでね、少し面白いシーズンになったのかなっていう部分はありますけどね、那覇西がね、やっぱりインターハイ、あと選手権もね、優勝していますのでね、那覇西の、少し時代が来ているのかなっていう1年でしたね。ただ那覇西高校に関しましてはね、全国のね、大会出場が決まっていますので、この日程も言っときましょうか。まだまだねちょっと続くんですけど、那覇西高校の初戦は1月2日、ですね、14時10分キックオフでねありますので、対戦相手が富山第一と対戦が決まってますのでね、ぜひね、一戦一戦ねちょっと勝ち上がってまた皆さんの、ね、注目を集めてほしいなと思いますよ。那覇西高校サッカー部の皆さん頑張ってください。はいはい。あとね、ビーチサッカーで言えばね、もうゲストに来ていただけました県勢で言いますと鮫島選手だったり石川選手が所属します、北信越代表のねフュージョンが、沖縄県宜野湾市で開催されました全国社会人大会で見事ね優勝しましたし、でまたねこの決勝の相手が相馬プレイヤー沖縄だったんですけどね、いろんなことをちょっと考えさせられる大会だったのかなと、思っています。でただねこのビーチサッカーに関してはその2ヶ月後に行われましたチャンピオンシップ、この各地域リーグで優勝したチームがまた集結しての全国大会があったんですけど、そこではね決勝でまたこのフュージョンと相馬プレイヤー沖縄が対戦して、相馬プレイヤーが
1点差で勝つという、大きなちょっとドラマもあったシーズンなのかなと思いますね。ビーチサッカー界にとってはまた、このなんていうのかな、全国大会を予選からねちょくちょくちょっと見に行ったんだけど、やっぱりああいう雰囲気もやっぱりとてもとてもちょっと素敵な、時間だなと思ったのでね。またビーチサッカーに関しても沖縄がねやっぱり聖地ではないんですけど、まだそういう雰囲気に持っていけるようにね、サッカー人口、ビーチサッカーの人口もねいろいろ、ここでお話ししていきながら増やしていけたらいいのかなと思ってますのでね、またいろいろおしゃべりしていきたいと思いますよ。はい、でちょっとねキッズに関しましては、この冬休みに入ってからになるのかな、ヒアネ FC がね全国大会出場していましたが、さすがにねヒアネ FC さんも含めてやっぱり県内ではね群を抜いたチームですっていうことも、AC クレーンのヨヘナさんからも教えていただいてたんですけど、全国大会、予選リーグでね0勝1分け2敗やっぱり全国の壁はちょっと高いのかなっていう部分はあったりするんですが、まだまだねやっぱりまだ力を出せてない、その子たちが持ってる力をね出し切れてない部分もやっぱりあるのかなとは思うんですけど、やっぱり、沖縄県内のこの指導者さんのレベルもガツンとやっぱ上がってますし、こういう経験がね一つ一つ積み重なってまた、次につながるのかなと思いますのでね、やっぱりあの頃から今のね子供たち小学生の子たちがさ全国大会に出てっていう経験はその時にしかやっぱできないものじゃないですか。そういったものをねもう本当に負けた悔しさだったり向こうで戦った経験っていうのがねさ中学生高校生に行く上でね絶対的に大きな経験大きな財産になるはずなので、ヒアネ FC の皆さん本当にお疲れ様でした。またねこれからもちょっといろいろ応援していきたいと思いますのでね頑張ってください。はいはい、あとですねお話ししてこのあやばいこれを調べるの忘れたどうしよう宜野湾高校、僕宜野湾高校出身なので宜野湾高校はあるんですけど、ね、各高校であると思うのでね皆さんこの番組聞いてて、そういえば俺なんか高校も俺なんか中学校もやってないかなと思う人はねこの身近にね俺のようなちょっとサッカーバカがいるはずなので各地にね聞いてくださいよ。はい、宜野湾高校はですね、正月サッカーこの初蹴りですね、OB 戦が1月3日宜野湾高校8時半集合9時開始であります。普天間も一緒だったかな、普天間高校1月2日だったら、ごめんね俺調べとくって言ったのにもうすっかり忘れてました。普天間高校の皆さん、はい、サッカー部の皆さんぜひね宜野湾下にいろいろ情報回してください。はい、ありがとうございます。もう今日はちんちん多いな今日いいけどよはい、どうしようかなじゃないしあ、ごめんなさい、あとコメントが、あと2つ来ています。野内千奈さんからありがとうございます。これ地震の速報だね、21時半過ぎに、発生、一部の高速道路に規制がありますが津波の心配はないそうです。そっかね、大きな被害が出てなければいいんですけど。もう一つ野内千奈さんから、那覇西一丸よーって、試合会場の日発は、すぐそばだから観戦できるよって、メールでもレポートします。ありがとうございますもうねもう本当に野内千奈さんなんか俺お歳暮とか送らないといけないかもしれない、ちょっと住所とか送ってくださいはい、もう本当にねありがとうございます。もういろいろね今年はねサッカーバカ的なお話をいろいろさせていただいたんですけど、皆さんからのね、ご支援だったり、でもね一番やっぱりスポンサーさんにもとてもね助けられて、はい、番組続けていられますので、もう各スポンサーの皆さんも本当にありがとうございます。
で、あの年明けですけど、1月4日からの放送がまたすぐありますので、その頃にはね、J リーグの沖縄のキャンプ情報だったりってお話できるのかなと思いますので、いろいろね、おしゃべりしていきたいと思いますよ。でね、あと俺ガズキに聞いたか、すいません、ガランハ選手に聞けてないのでわからないんですけど、去年はねありました、ガランハカズキカップフットサルのね大会、今年もあるのかな、また正式に出てなく俺が探しきれてないだけなのかな、また、情報がね分かり次第いろいろお話ししていきたいと思いますのでね、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はいはい、いろいろちょっとお話ししていきましたけど、気づいたらもうねロスタイムが残り1分少々となっております。今年1年間ね、また今週もね皆さんいろいろ、番組に聞いていただいて本当にありがとうございました。またね、来年もね、来年ってもう来週なんだけどね俺ができることってあんまりないから、ここでねいろいろお話ししていきながら、本当にサッカーに関わる人たちがね少しでもちょっとハッピーになれるようなことをいろいろおしゃべりしていけたらなと思いますのでね、皆さんぜひ来年もよろしくお願いいたします。はいはいはい、ではそろそろちょっと締めたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ整骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、反乱注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供と、お聞きいただいた多くの皆さんの提供でお届けしました。来年もまた聞いてください。ありがとうございました。